今回の板は HPS 高原中井 EP、 一言で言うと攻撃的な板ですね。前に作ってた板は低速域の板で、今回の板は高速域で乗れるようにしたいっていうので、まあ、ちょっと硬くして細くしてっていうので、そういった意味で攻撃的な板になったんだよね。アウトラインはパッと見ピンテールとエッグノーズみたいな感じになってて、フリーライディングっぽいんだけど、まあ、実際はテーパードは少なくて、まあ、クラシックのディレクショナルツインっていう感じになってるかな。ソール形状はフラットキャンバー、反ってる部分が前の板はバックシートキャンバーってちょっと後ろにあったのは若干前の方に戻して、でなおかつほぼフラットキャンバーっていう見た目にはもうほんとキャンバー入ってるのが分からないような状態になってるんだけど、フラットキャンバーにすることによってパウダーとかでこうターンしてる時とか壁に上がる一瞬の時に板が反ってるとどうしてもロスになるんだけど、それがフラットになることによってすぐ地形にフィットさせて板を先に走らせれる。ノーズのロッカー具合も前の板と変わっていて、もう少し緩やかにノーズが上がっているからスピードが出るようになった。雪面にぶつからないんだよね、スーってより自然に浮いてくれる。サイドカーブは前の板よりも半径が大きくなって、まあ、10メーター前後になってるんだけど、全部が10メーターじゃなくて、実はセンターからノーズ最初の部分が10メーター近くになって、センターからテールまでの後半が8メーター9メーターってちょっとちっちゃくなってるんだけど、まあ、そうすることによってそのまんま乗れば大きいターンの乗り味なんだけど、自分でノーズを引き上げてセンターからテールのサイドカーブをしっかり使うようなイメージでターンをしてあげれば小さいターン、ターンコーも可能っていう、まあ、自分次第でより調整できるから、そういった意味でもマニュアル感がすごく出てて、まあ、2つの乗り味自分次第で、高速域の板なんだけど低速域でも楽しめるような、そこが面白い板でもあるかな。フレックスはやっぱ高速域で安定させたいっていうので、前の HPS 高よりも若干固めに設定してある。雪面がボコボコだったり荒れてたり、人のトラックがあってそれを横切るようなラインで滑ったりしてもいい意味で拾わない。やっぱフレックスがあることによって、まあ、そういったところを横切っても、まあ、長さとフレックスが助けてくれて安定性を生み出してくれる。レングスは3つあって、164センチをメインで自分乗ってるんだけど、白馬とか急車で狭いところとかはもう少し狭いところで動きやすいように1号級を乗りたいなってイメージしてて、あとは1号級164の他に169っていうのもあって、それはこの板を一緒に作ってるボレニベルトが、たかが64乗る感覚を俺も得たいから長いの作ってくれって言って、69を作ることになったんだけど、自分も実際乗って64じゃもうさらに感じれないような安定感、まあ、長くなった分重くもなるし操作性はちょっと大きい乗り物に乗る感じになるんだけど、その分すごく浮力と安定感もあるから、まあ体と足のサイズによって、まあ、サイズ、レングスを自分に合うものを見つけてもらえたらいいかなと思います。まあ、この板は乗りやすい板ではないんだよね。ただ本当自分が伝えたい分をしっかり初めから最後まで伝えきんないと反応してくれないけど、それができた時はしっかりその動きをしてくれる板だから、まあ、HPS 坂を乗って結構もう乗りこなせるようになった人とか、アウトラインとかサイドカーブの手助けをしてもらってスノーボーディングをするっていうんじゃなくて、よりマニュアルに全部自分でコントロールしてスノーボードしたい、ラインを描きたいっていう人は
歩の板を乗ってまたスノーボードが楽しくなるんじゃないかなと思うし、あとこれをちゃんと扱えるように自分で納得するラインをこの板でイメージ通り描けるようになった時はすごくスノーボードが上手くなってるなって自分で思う板に出来上がったと思うから、まあ楽しみながら上手くなりたい人、板をしっかりこう扱う楽しみを感じたい人にもすごくおすすめの板になってるかなって思います。